はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日ね、桜が咲いてるシーズンで、ドローンをね飛ばしに来てるんですけど、いろいろね、合わせてもう動画も撮っちゃおうかなと思ってね、最近なんかちょこちょこ細かいものを買ってたんで、それのご紹介っていうことでね、しようと思います。で、今回ご紹介するのがこちら、じゃん。他のね方もいろいろご紹介をしてるものですけど、このオズモポケット用のワイコンですね、ワイコンレンズになります。でそれをね、買ってみたんですけど、これがねちょっと安かったね、1600なんぼかな、だったんで安いなと思って、でちょっと試しにね、買ってみました。他にもねいろいろねやられてるのを見て、買われてね、検証されてる方の動画を見てたりして、もうちょっとね落ち着くまでいいかなと、値段も安くなってね、とは思ってたんですけど、TJ さんのねやつをすごく、僕カメラとか全然ねもう素人レベルなんでね、素人レベルっていうより ひどいかもしれない、なんていうか YouTube 撮るためにね、なんとなくカメラがね、動画ができる撮影できるカメラがねいるなと思って、それでね、買い出したっていうか、興味があってちょっと、買い出したっていうくらいのねレベルなんで、基本ね YouTube の動画が撮れればいいと思ってやってます、こういうのね。で、もう箱開けちゃった。中に入ってるのはなんかまたレンズ拭くようなやつと、こんなケース、多分これあれかな、またいろいろねこのメーカーさんもこうなんていうフィルター関係ね入れて売ろうと思って、このケースを作って、今回は寂しく、このレンズが1個ポチョンとこう入ってるだけでした。そんな感じね、大量に作ってるからね、1個だけちょっと売るよりは安いんでしょうね、こっちもね。で物自体はこんな感じ、ちょっと GoPro で撮ってるんでね、わかるかな、こんな感じピントがあれですね。でこっちがマグネットがついてるのかな、ここがね、になります。で本体、オズモポケットの本体にパチャンってつくはず、パチってつく感じかな、はい、純正のねレンズ自体もこんな感じでつけるような感じですよね。こんな感じ、あとでちょっと撮ってみてどのくらいね画角が広がるかっていうのをやってみたいなと思います。はい。で、これ多分同じだと思うんだけど、TJ さんのやつもこうやって、このままね、つけた状態で電源入れるとね、最初の、この時点でここ当たっちゃうんでね、ダメなんですよ。だから、電源入れた後につけないとダメって言ってはったから、当たり前か、こうガチャンって当たっちゃうもんね、最初に。はい。こんな感じでつきます。ね。じゃあ、ここからは、これちょっと取ってね、やってみようかなと思います。これでね、オズモポケット。ではでは。はい、どうもお待たせしました。じゃあね、早速このワイコンの方ね、つけてみようと思います。今、自撮り棒の、本当にショートスティック、GoPro 用のショートスティックに、先っぽにね、僕が作った、オズモポケットのマウントをつけて、その中にオズモポケット入れてますね。じゃあレンズつけてみますよ。こんな感じで今ねパチャ、どうでしょう。かなり広がりましたよね。これ TJ さんが持ってたのと違うメーカーなんですけど、多分なんかほぼ同じなのかな、こういうっていうのも。どうでしょう、フェイストラックもちゃんと効いてるし、いいのかな、これこんな感じで自撮りするときにはかなりありがたいですよね、やっぱりね。風景撮影するときは別にあんまり広角いらなかったり、普通に胸にねつけて撮ったりするときはいらないかもしれないですけど、自撮りするときにはいいかなとも思います。じゃあちょっとね、風景ちょっと撮ってみましょうかよ。レンズちょっと外しましょう、一回ね。こちら。ね。こんな感じです。今は桜がね、綺麗なんで、
桜を撮ってみましょう。近くで撮ってみようか。こんな感じ。これでも手が届かないな。レンズを途中でねつけないとダメですよね。こういうところで桜を撮ってみましょう。ね、こんな感じかな。こんな感じかな。じゃあレンズつけてみます。じゃあ。こんな感じ。まあ、風景だとあれか、そこまでね、外します。よいしょ。風景だったらあんまり、あでもまあ広いのは広いけどね。今画面見てても色味とかどうなのかな、そんなに変わってんのかな、どうなんでしょう。今レンズつけたままの状態でいってますよ。はい、だいぶあったかくなってきてね。よいしょ。もう桜もね、多分次雨降ったら終わりでしょうね。でこんな感じです。マイクもね、オズモポケットの方で撮ってますよ。いつもの、まあ、ドローンの練習してるところに来てます。よいしょ。ね、こんな感じで、ワイコン外します。よいしょ。ちょっとずれちゃったな。どうでしょう。ペチャつけます。はい、こんな感じですね。こういう全く動かさないですよ。レンズ外します。よいしょ。これがレンズつけるとこんな感じになるということです。ではでは。はい、どうもいかがでしたでしょうか。まあ最初ね、自撮りしてた時はこんな感じで撮ってました。こんな感じでね。桜撮る時はこう伸ばしたりもしてましたけど、こんな感じですね。このレンズどうなんでしょう。まあ僕もね、もうちょっと買うの待とうかなと思ってたんですけど、まあ、ついつい値段もそんなにね、しないなと思ってね、買っちゃいました。中国発送で到着まで1週間弱くらいはかかったのかな。そういう風な商品だったんですけど、すごく安く買えて、僕的には、まあ、今初めてね、今日使ってみた感じですけど、まあ良かったのかなという風には思ってます。はい、またね、オズモポケット の, あの純正のね、あのバッテリーケースとかも値段こう出ましたけどね、値段見てたらもう買う気なくなっちゃってね。なんていうか、ちょっとやっぱり発売した時にね、すぐにオプションザッと出るとなんかこう流れで買っちゃうパターンに入っちゃいますけど、なんか後出しでね、こうポッと出て、しかも値段が高いとね、ちょっともう買う気なくなっちゃいますよね。正直ね、かなりテンションダウンしちゃって、もう僕も買わないかなと思ってます。まあフィルター関係もね、そこまでもいらないかなと思って、もうこれはこれでね、まあこういう商品だということで、もう使えばいいかなと思ってね、パッとお手軽に撮れてね、というのでいいかなと思ってます。はい、あとまあ GoPro もありますからね。なんだかんだ言って GoPro の方が色味とかやっぱり画質とかが、綺麗だなと思ったりする時もあるんでね、まあ GoPro とうまく使い分けてね、やっていけたらなと思ってます。そしたら今日はね、こちらオズモポケットのこのワイコンのレンズのご紹介でした。またね、興味あれば、チャンネル登録とか、いいね評価の方もよろしくお願いします。で何よりもコメントね、いただけると非常に嬉しいんで、もしね、時間があれば、コメント何でもいいですから書いておいていただけたらなと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。